ロシア議員の発言で北海道の領有権があるとの発言をしていたという情報が入ったよ。もはや、日本とロシアの関係は悪化しているし、北方領土は戻らないと考えているぜ。もし仮にロシアと日本が海で戦うことになっても、日本の勝利は揺るがないよね。そんなことにならないのが一番だけど、日本が優勢であるとの見解は結構出ているみたいだね。さて今回はこの、発言の意図とロシア海軍の現状を詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ロシアがウクライナを侵略したことに対して、日本もアメリカやヨーロッパ諸国に歩調を合わせて経済制裁に参加しているんだけど、それに対してロシアが日本を非友好国であるとしたみたいだよ。また、北方領土への地対艦などのミサイル配置を進め、太平洋艦隊を総動員しての軍事演習を実施するなどウクライナのみならず極東においても活動的になっていることから、日本に対して軍事行動を起こす可能性が指摘され懸念が高まっているのも事実だね。このような情勢下において、2011年までロシアの上院議長を務めたセルゲイ・ミロノフ議員がロシアには北海道を領有する権利があると、ロシアのネットメディアレブナムのインタビューに答えていた内容が配信によって明らかになり問題視されているんだ。ミロノフ議員は、現在ロシア下院の3番目の勢力である左派系野党構成ロシアの党首として、野党でありながらプーチン政権を支えているんだけど、世界のいずれの国家においても他国に対して領有権を主張する正当な理由を持っているとした上で、日本はクリル諸島北方領土を含む千島列島について領有権を主張しているが、ロシアの専門家によれば逆にロシアは北海道を領有する権利があるとされているとの主張を展開しているんだって。プーチン大統領からの直接の発言ではないとはいえ、ロシア議会の重鎮的存在である議員からこのような威嚇的な発言が出たことを単なる牽制と見るか、あるいは本気で北海道侵略を考えているのか、日本国内で議論を呼んでいるぜ。現状を踏まえれば、ロシア軍は極東からかなりの部隊を引き抜いてウクライナに派遣しているとされていることから、ウクライナで苦戦している中で極東でも軍事作戦を展開して、二正面作戦を実施することは考えにくいとする見方が多いんだよね。近年の極東地域のロシア軍の戦力は、東西冷戦のピーク時に比べれば大幅に削減された状態にあるけど、地上兵力は12個師団他にウラジオス奥に海軍歩兵1個師団で約8万人とされ、太平洋艦隊の艦艇約260隻、空軍の作戦機400機以上が配備されるなど、核戦力を含む相当規模の戦力が存在しているとされていたよ。これらがすべて北海道に向けて侵攻してきた場合には相当な脅威となるだろうね。うん。でも、地上兵力の大半はシベリア方面に配置されていて、戦術したようにウクライナ方面にシベリアの自動車化狙撃師団から相当な戦力を抽出されており、動きが取れないと見られているよ。また、北方領土には1個師団約8000人程度の戦力しかなく、サハリンとカムチャツカ半島の2個師団をすべて回しても北海道を占領するには到底足りないであろうとされている上に、それらの兵員や装備を揚陸する揚陸艦も不足しているんだ。また、太平洋艦隊の艦艇は260隻以上とも言われているけど、ミサイルなどを搭載する主要な水上艦艇は、20隻ほどでそのほとんどは旧式で稼働状況は低いとされており、その中において脅威とされている太平洋艦隊機関であるスラバ級ミサイル巡洋艦バヤークは、ウクライナ侵略に合わせて国会に派遣されたままと思われていて、海上自衛隊の護衛艦隊のみでも対応が可能と見られているよ。面倒なのはカムチャツカ半島のペトロパブロフスク・ルイバチーの戦略ミサイル原子力潜水艦を含む原潜艦隊であるが、これらはアメリカにとっても脅威となることからアメリカ軍の協力を得られるものと思われ、動きを封じ込める、あるいは海の底に沈めることになるだろうぜ。極東の第11航空防空軍の戦闘機についても、その数は脅威ではあるものの第4世代4プラスプラス世代のスホイ27やスホイ30が中心であり第5世代のスホイ57は未配備とされており、航空自衛隊とアメリカ空軍の第5世代ステルス戦闘機により圧倒することが可能と見られているね。これらのことから、ウクライナ侵略問題が解決しないことには極東ロシア軍が単独で北海道に侵攻する可能性はかなり低いと思われ、ミロノフ議員の発言はその気になればいつでもロシアは北海道を奪う用意があるとの日本への牽制であろうと見られるよ。それでももしロシア軍が北海道に侵攻することがあるとすれば、防衛省の想定では稚内正面宗谷湾、手塩正面日本海、浜頓別オホーツク海の3地点のいずれかに上陸するものとして、その3地点からの国道40号、275号、238号が交わる交通の要所であるオトイネップ村付近の山地で、旭川の陸上自衛隊第2師団が精鋭である名寄駐屯地の第3即応機動連隊を中心に、南下するロシア軍の侵攻を食い止め、
東欧の千歳市周辺に駐屯する陸上自衛隊最強の機甲師団である第7師団の増援を待つとされているんだ。そしてロシア軍の上陸地点が道東方面なら帯広の第5旅団が、石狩湾ならマコマ内の第11旅団が第2師団と同様に要所でロシア軍の足止めを行うことになるんじゃないかな。それでも、どこに上陸されたとしても第7師団の主力が駆けつけるまで防衛線が持たないとの指摘があり、ロシア軍が攻撃してくるまで反撃ができない専守防衛の概念の下では、北海道はあっという間にロシア領と化すともされているね。現在自民党が進めている敵基地攻撃としての先制攻撃が認められるようになれば、北海道に押し寄せるロシア海軍の揚陸艦を海上で撃破することが可能となり、アメリカ軍の増援を待つこともなく北海道の防衛は容易となるんだがな。北海道の上陸可能地点に、現在開発を進めている長射程の人に意識地対艦誘導弾能力向上型をハリネズミのように多数、その所在を隠しつつ配置しておきロシアの揚陸艦に対して多発同時的に攻撃すれば、ロシアの野望を打ち砕くことができるだろうしね。ただ、現時点でロシア軍が押し寄せた場合はこれまでの方針通りに防衛するより他はないし、せめて自衛隊の足かせとなっている自衛隊法の改定を急ぎ、戦闘を行いやすくしておく必要があることは間違いないかな。ロシアが、北海道の編入を目指して侵攻してくる可能性は現時点では低いと考えられるけど、もしウクライナにおける戦況が現在と変わらないまま停戦が成立した場合は要注意とする声が上がっているよ。ロシアでは第二次世界大戦でナチスドイツが降伏した5月9日を戦勝記念日として軍事パレードを毎年実施しているもんね。プーチン大統領になってからは特に力を入れているから、大統領は戦勝記念日を祝うために何らかの成果を出したいんじゃないかな。そのために戦況が膠着していた首都キーを諦め、部隊を東部の新ロシア派が独立を宣言した共和国に送り込み、支配を確定させる動きを見せているんだけど、もしウクライナ東部を完全に実効支配下に置けず停戦になるようなことがあれば、戦勝記念日にロシア国民に戦果報告ができなくなるし、その代わりに北海道に侵攻し極東で日本から領土を取り戻したとするのではないかという見方もあるんだって。でもその線はさすがになさそうだよね。中途半端にいろんなとこに手を伸ばしても、失敗するのは目に見えてるじゃん。まあ、いずれにせよ、日本政府と防衛省は中国だけでなく、ロシアへの備えも急ぐ必要があるんじゃないかな。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。今日の雑学は、国についてだよ。どんな国なの？なんと、人口がたった5人しかいない国があるらしいんだ。たったの5人なの？そうなんだ。その国の名前は Y 公国と言うんだ。それってどこにあるの？まあまあ、説明するから落ち着いて。場所はオーストラリアのシドニー郊外のモスマン市に存在しているんだ。建国理由はね、2004年に、ポール・デル・プラットという人がいるんだけど、道路がなかったため道路を敷くためにモスマン市へ申請を行っていたそうなんだ。だけど、行政のミスが重なってしまって、道路を敷きたいという申請は却下されることになったんだよね。その結果、ポール・デル・プラット一家の敷地に、道路を敷くことができなくなってしまったそうだよ。すると、ポール・デル・プラットは行政のミスによって道路が敷けないことに対してめちゃくちゃ怒ったんだ。自分の家の敷地を自由にできなかったことに、納得がいかないのは当然だよね。自分のお金で買ったのに、自由にできないなんてそりゃ誰でも怒るに決まってるよ。そうだね。このことがきっかけとなりポール・デル・プラットはオーストラリアからの独立を決意したんだ。モスマン市に独立を宣言したところ、この宣言はなんとモスマン市長により受理されたそうだよ。ミスでも、道路が敷けなくて、独立が許可されるなんてなんか無茶苦茶だな。確かに。このことから、ポール氏が王様で妻が王女の独立国家が生まれたそうなんだ。それにしても、道路が敷けないからって、独立するなんて、ポールさんも行動力ありすぎでしょ。確かに、俺はさすがに、そこまで行動できないかな。なら今日から、この家は僕の国にするよ。ふざけんな。冗談に決まってるじゃん。それじゃ今日の動画は終わりだよ。